雲扇寺は、徳島県三好市池田町白寺の老地の、雲扇寺三山町近くに位置する神言、総お室派の寺院で、巨豪山千住院と合紙、本尊は、千住観世音菩薩である。本尊神言、御場さらたらまきりくそ赤ご護いか、はるばると雲のほとりの寺に来て、月日を、今は麓にぞ見る、農教院、当時本尊、毘沙門店、 最高峰四国高野の夏型の主因、大秘伝、四国八十八箇所霊場第六十六番札所で、所在地は、徳島県であるが霊場としては、さぬきの札所として扱われ、涅槃の道場の始まりで、八十八箇所中で、最も標高が高い位置にあり、最後の、石所寺である。夏は、あじさが、前座に一面に咲き、晩秋には紅葉の名所となり、冬は、 ロープウェイ利用が可能なため、雪の風景となる。展望館の美車門展示伝によれば、789年に、佐伯マナが、全通寺混流のための木材を求めて、運転寺山に登り、この地を霊山と監督指導を混流したことを、起源とする。空海はまた、807年には秘密環状の手法を、 行い、さらに818年に佐賀天皇の勅命を受けて、本尊を刻んで、七不供養を行ったという。後に、四国高野と呼ばれ、僧侶の修行道場となり、上元年間には、聖和天皇の直元寺ともなった。1098年火災で、全山消失するも、その後に鹿を追って当地に入った漁師の余生は、樹上に現れた。 観音菩薩の威厳に、打たれ発信指導をの再建を果たした。平安末期の中高の祖と言われるにふさわしい癌、正常人が、住職の時、現存する、本尊千樹観音と美写門店が作られた。鎌倉時代には、阿波守護の佐々木恒隆の庇護を受け、七道伽藍が整えられた。1311年には、京都西音寺家により、治療が寄進される。 1363年には、足利氏より、北家行神読を依頼される。1577年に、土佐を統一し、四国制覇を狙う土佐の戦国大名、長素壁元地下が、雲扁寺を訪れ、住職の春高志望に、四国統一の夢を語ったという。1987年には、香川県観音寺市側の山麓と雲扁寺。 ロープウェイによって結ばれ、訪れやすい寺となった。2019年11月10日、運扁寺改装1230年記念でこの秋3日目で、最後となる、一般公開の本尊外庁が、本堂背後の宝物館で行われた。なお、前回は、四国霊場改装1200年に行われている。二王門大師道王伝五社大権現二王門の脇に、長寿者があり、 二王門をくぐり、石段を上がると右手に、首楼、正面奥には、大指堂拝殿があり、履物を脱いで回廊を回って、裏に行くと、大指堂拝殿がある。大指堂拝殿の左手前のスロープを降りて行くと、コンクリートの本堂側面が見え、左に、農協所がある。本堂の左に、五ま堂さらに本坊がある。五百羅ラカン陽アジサイ運転自動。 第2区間終点山頂駅手前の県、坂板天空のブランコ。ありがとうございます。